山形県坂梨のバイク鈴木モータースです。いよいよですね、明日に迫ってまいりました。当店のですね、毎月行っている鈴木の試乗会の9月バージョンですね。9月バージョンがいよいよ明日ということで、一つだけ心配だったのが天気だったんですよね。曇りのうち雨だったんですけども、さっきの予報だとですね、もう曇りに変わっていて、皆さん坂田は雨が降らないですよなので問題は来ていただくときですよね。もしあの県外のお客様が来ていただくときの途中ですね、山とかもし走るときに降らないように一応カッパとかも、ね、持ってきていただいて、まずこの会場自体ですね、明日おそらく降らない、いや降りませんはい、降りませんので、ぜひですね遊びに来ていただければなというふうに思っております。そしてですね、現在鈴木モータースの店内にはいい匂いが漂っておりますというのもですね、明日特別にですねご出演いただくレースクイーン、そしてですね有名なバイクタレントの大関沙織さんがですね、たった今鈴木モータースにご来店いただきました。どうぞ。いらっしゃいませ、はい、明日楽しみなんで、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。明日よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、たった今夕方にですね庄内空港に到着されて、今ですね、鈴木モータースに到着をしてこの動画を撮っているわけなんですけども、ここからですねホテルの方に移って、夜ご飯をですね、美味しい、あの明日出店いただく和立さんにですね、みんなで行って美味しい山形牛を食べようかなと。で明日の活力にですね、そしてで明日はですね、ご来場いただいたお客さんが大関さんとツーショットは可能ですか？可能です。おおむしろ声かけてください。むしろ声かけてくださいおだそうです。皆さん待ってますよ。お願いします。大関さん待ってますよ。気持ちにならないで声かけてください心配ないと思いますじゃあこうお客さんがバイクにまたがって大関さんから傘をさせてもらって、レーサー気分を味わうということも可能ですかね？可能です。そんなような格好を準備してないんですけども大丈夫ですかね？大関さん準備しておりますじゃあ写真を撮ることも可能ということで、はい、握手とかも大丈夫ですかね？大丈夫です。全然大丈夫です。声かけても大丈夫ですか？いや、もちろん声かけください。この人も人から来ないですかね？大丈夫ですかね？あ、来ないで大丈夫です大丈夫です。まあ心配なのがやっぱり天気なので、やっぱりですね、バイクで来てもらいたいですよね。来ていただきたいです。そうですよね、雨でもバイクで来る方、男性ってやっぱりかっこいいですか？そうですね、私雨でも走ってるので。おっとおっとじゃあ明日もし雨が降ろうと関係ないと関係ないですね。出てこいやっていうことですね。撮影の時とかだと、はい、撮影日は決まってるので、その日が台風だろうと。確かに確かに。普通に走るんですよ。へえ。なんなら2回ぐらい台風に当たったことあるので。マジですか？それでもやるっていう。聞きましたのがバイクタレントです。明日ちょっと雨降ろうか、もう関係ねえぜ。関係ないですね。なんならカッパなしでも行きますね。おっと強気な発言をいただきましたね。ですので明日は雨が降ろうとも、もうぜひ皆さんにはまあ安全第一ですけども、ぜひバイクで来ていただきたいと、はい、私は台風の中でも走ってるぞと雨になんか負けるなと。そうですね、でも慎重に。まあせっかくこういう試乗会に来ていただいたので、ご出演いただくので、せっかくだとやっぱりこういっぱいバイクがこう走って、バイクがいっぱい来ていただけるのを見たいですよね。そうですね、いろんなバイクとか、はい、で明日ご来場いただく方とかも自分のですねご自慢のバイクをぜひ大関さんに見ていただいて、はい、写真を撮ってもらうというふうなこともできるので、明日はぜひですね皆さん試乗に遊びに来ていただければなと思います。あと明日はスフィアライトさんのですね、このデモマシン、モーターサイクルショーとかでもあるスワロフスキーを全面に散りばめた絶対に走れないバイクだと思うんですけども多分走ると飛んでいくと思うんですよねそういうバイクもですね、山形県では初明日展示いただくので、見ていただければなというふうに思います。明日は大関さんも試乗乗りますか？私、乗って大丈夫ですか？ええ、そうですよ。なんで明日はですね、大関さんと一緒に試乗もできると。ヘルメットは持ってきたんですか？それがですね、ヘルメットが…あ、じゃあ大丈夫、うちのヘルメットがあるから大丈夫ですか？大丈夫ですか？ヘルメットだけ、装備は全部持ってきてるんですよ。あ、さすがですね。さすがです。
じゃあ明日大関さんもバイクに乗るので、皆さんもぜひ一緒にこう試乗に来ていただければというふうに思います。明日もしバイクで来ていただけたら、その場でもしお乗り換えご検討されているお客様も、その場でお下取りの査定とかもできますので、商談も随時受け付けておりますので、ぜひですねご購入を検討されている方も、遊びに行きたいという方も、大関さんに会いたいという方もですねぜひ皆さん鈴木モータースに遊びに来ていただければというふうに思います。いよいよ明日です。ぜひですね遊びに来ていただければと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。